さてビームのセンタリングが終わりました。で、スポットサイズやガンの調整などを変えても変わらないことを確認してます。で次に電圧軸の調整をちょっとやる前に、もうこれが調節が終わったのでこれは消します。ガンをクリックして消して、でこれをクローズとします。で次に電圧の中心を出します。電圧中心を出します。それはどうやるかと言いますと、まず120K倍にします。なのでここにあるマグニフィケーションとかあります、右パネルの、これを回してこっちに回すと大きくなりますので、こっちに回して120にします。やってみましょう。マグニフィケーション回して120にします。そしたら次にサンプルなどを探します。わかりやすいサンプルがいいんですけど、あ、これはちょっとわかりづらいですね。これもわかりづらいですね。適度な大きさで均等でいいのがちょっとすぐには出てこないですね。ちょっと低倍率で探しますね。ごめんなさいね。あとから120にすればいいですから、まず低倍にして40系倍ぐらいにして、で光もいい具合にして、あ、出てきましたね。でこれを大きくしていきます。120系倍ぐらい、ちょうどこれがいいかな。でちょっと光を明るくして、光を明るくするのはおおむね私のスタンスとしては、この蛍光板がなくなってきますね。この蛍光板の端とこれが大体一致するところぐらいまで広げるというのが私のスタンスになります。でサンプルの位置に持ってきます。もうちょっと小さい方が分かりやすいかもしれないですね。これかな。図ではちょっと分かりづらいかもしれないですけど、でこれで使います。で HTO でボタンを押します。次は電圧中心出すためには電圧中心用のボブラがありまして、 HT ボブというのがここにあります。 HT ボブというのがあります、あります。ちょっとフォーカスされないかもしれないんですけど、綺麗に見えないかとかわからないですけど、ここにあります、ここにあります。これを押します。 HT ボブで、ブライトチルトっていうので、これになるとこういう風になりますね。であとブライトチルトっていうのを押します。これです、ブライトチルト、これを押します。でこれを押したらディフスティグの Y とディフスティグの X ありますね。これでこのオブラで映ってる像があると思うんですけど、この像が同心円状に変わるようにします。光じゃなくてここの映ってる像が同心円状に広がるようにします。こういう風ではなくて、こういう風でもなくて、こういう風でもなくて、こういう風でもなくて、こういう風になるようにします。ではちょっとやってみましょう。これをゆっくり回していくて、で間違った方向に回してみます。まず分かりやすく、そうするとこんな風になります。まずはこれをちゃんと同心円状になるようにしていきます。まずは大きく振って違いを見ていって、で今ちょっと位置が悪いので一旦ブライトチルトと H ボブ消します。ちょっと分かりづらいところでしたね。もっと分かりやづらい位置にするといいですね。でもう一回ブライトチルトと、あ、じゃあ HT ボブとブライトチルトを押してディフスティグで回していきます。まだちょっと違う感じがしますね。
難しいですけど、これをうまくやれるといい像になりますんで、ちょっと時間かけてください。うん、あ、だいたい良くなってきましたね。あ、ちょっと失敗かな。同心円ジョイン、ちょっと確認するためにもうちょっと止めてみますね。ブラジル位置が移動しちゃってるかもしれないので、ちょっと分かりやすい位置にして9の真ん中くらいにすると分かりやすいんですよね。ちょっとこのビデオにちゃんと映ってるかどうか分からないんですけど、 HT オーブ押していけてるかどうかですね。でブライトチルドでもう一回修正かける。まあおおむねいいと思います。今回ちょっと練習なのでいけないのかもしれないですけど、ちょっとビデオ撮りながらすごい難しいんですよね。これをしっかりとですねやると、あの像が全然違ってきますんで、レギュラーしっかりやっていただけると助かります。ここはもうすごい時間かけますね、私とかだ。私はまあ、これも同じでどっちかに振って同じように変わるところで戻すって言ってもいいですね。おそらくこの辺りですね。確認してみましょう。ちょっと動かすとこうな、うん、まあこんなもんでいいでしょう。もう少しこだわりたいところですが、ちょっと時間がないのでこんな感じで、電圧中心の調整をするということです。で次にですね、非消失補正をすることになります。まずちょっとサンプルから近いちょっとずらしたところにします。それでここの期間です と、真ん中左が、テムステムで、これが、DSC で、こっちが、テム像になります。で PC もそれに対応して、これが ADX 用で、テム用になってます。でまあどれもどこも同じだと思うんですけど、 PC オンにするオンにします。ちょっと待ってくださいね。あ、ここかありましたね。あ、真っ暗で見えない、ここで。あともう一個こっちもつけときます、せっかくなんで。まあ期間によって違うと思うんですけど、PC をするときです。見せてはいけない情報も出てくるかもしれないんで、そこはちょっと、隠しますけど、なるべく入らないようにしときたいですね。ちょっと、何もいいことはないですけどね。それでですね、使うものなんですけど、実は、アイテムっていうのがここにあります。で、これを開きます。私は自作でした間に合わない、いくらでも見せてもいいんでね。見てもらっても構わないですけど、一応取っときますけど、こんな感じになってて、こんな感じになっててってことですね。今やってるのは非消失補正のところで、カーボン部分を選んでアイテムを動かすとしてやります。それで期間によってまた変わるんですけど、お見せできないところもいくつか出てくるとは思うんですけど、
ですね、ここのところの、どこだったかな、このカメラの、あ、これか、これで、条件が変わります。ちょっと見せられないんで、ちょっとごめんなさいね。で、期間によっては、200ボルト用とか120キロボルト用とか80キロボルト用に、カメラの条件決められてますんで、私今回200キロボルト使ったので200キロボルトのやつを選びます。そこはもう装置の管理者に聞いてください。ここで変えてます。うん、両方なってます。で、アイテムを起動するとこういう画面が出てきます。で、次ですけど、で、次やることはこの小蛍光板を出した状態で、この小蛍光板ですね、これ、この小蛍光板を出した状態で、電流値を、20ピコアンペアパーセンチメートルに、一応平方センチメートルにします。で、ちょっと見せるために、見せますけど、今は、電子が、ここに電流値が書いてあるんですが160あります。で、それを変えるのは当然ながらブライトネス、これで変えます。これをこちら側に回して、あ、こちら回すと強くなるんで、こちら側に回して弱くします。つまりこの光の力を弱めていくわけですね。こうやって弱めていきます。弱めていくと、こうやって弱めていくと電流値が変わってきます。ここも暗くなるし、ここも弱くなってきます。右回しして広げていく。で、20ピコアペアにします。正確に20ピコアンペア以下です。 CCD を使って検出しますので、それにします。 CCD が焼けちゃわないようにするためにやってます。で、20ピコアンペア未満にしたら、よりも小さくしたら、身を広げてね。で、こんな風になります。そしたら、さらに安全のためにカバーかけます。で、これが蛍光板が上がって CCD が入るようになってます。あのボタンを押すと、あるボタンを押すと、それはどのボタンかと言いますと、このところの F1 というところにあります。この F1 ちゃんと電流値が、今ちょっと上がっちゃったんでちょっと減らしますけど、20よりも下回る、あ、間違った、逆だ、20よりも下回るようにして、このものでもいいです、20より下回るようにして、で、ちゃんとカバーもかけられて光も入らないようにして、で、F1 を押すということです。F1 を押します。そうすると蛍光板が、蛍光板が上がって CCD に変わってる音がします。次です。で、次にこいつのビデオのアクワイヤーというのを押すと、こういうふうに画面が映ります。今ちょうど、カーボンのところなので、カーボンの像が映ってます。アモルファスカーボンで、ここで、フォーカスを変えて像をきれいにまずします。フォーカス、オブジェクトフォーカス、ここにあります。オブジェクトフォーカス、こちらがファインでコースです。さらにこれを16倍にする、CRS ボタンもあります。とりあえずこの像をきれいになるようにしてみましょうね、まず起点にしてみましょう。フォーカス合わせて、なんか余計なものが出てるな、ね、フォーカス合わせてみましょう。フォーカス合わせるのは竜の粒が綺麗に見えるぐらいのところですね。で、なおかつ右の風流変換の部分が綺麗な前になるのがいいです。像はぼやけてきてますね。像がはっきりして、像がはっきりしていきましたね。
あ、これは違いますね。像がはっきりしたくなりましたね。うん、こんなもんかな。そうすると、ここの楕円、円が楕円じゃないことがわかります。あ、じゃあ、楕円、万円じゃないことがあります。楕円になってます。ちょっと、位置の関係で、これカメラもあんまりよく綺麗に映ってないと思いますけど、これをですね、この、こういうふうに、こういう形で楕円になってますんで、これを万円にするんです。それどうやりますかっていうと、それは、あ、今のは、これはね、説明しますけど、これは像で、これを FFT 変換したのがこれになってます。ですから、アモルファスカーボンを見てますから、アモルファスは円になるはずですね、綺麗な。で、アモルファスカーボンの部分は、チップのところの部分に、アモルファスカーボンができる、単字してあることが多いの。単字してありますので、それを使います。まあ、どこでも見つかりますんで。そういうアモルファスカーボンのところを使います。で、オブジェクトスティグのボタンを押します。ね、オブジェクトスティグのボタンを押します。そして、ディフスティグの X と、同様にディフスティグの Y を使って、さらに綺麗な万円にするということです。よいしょっと。綺麗な万円にします。今から、まあ、ちょっと変えてみ、そのつまみを回してみますんで、それどうなるか見ておいてください。ちょっと変化が小さいのでコースにします。これもすごい時間をかけます。これは綺麗に円になるかどうかでだいぶまた変わってきますので、当然ですよね。まあ位置にもよると思うんで、位置を変えても円になるかどうかをちょっとチェックした方がいいですけど、こんなふうになります。ちょっとカメラでは分かりづらいかもしれませんけど、今すごい綺麗な円になってます。で、それが終わったら蛍光板を上げます。蛍光板を上げます。F1 を押して、もう一回 F、これを消して蛍光板に戻します。CCD から。で、倍率中を見て、で次に倍率を上げます。今度は確認して、ちゃんと確認して、で次は倍率を確認変えます。疲れた。マグニチュードがここにありますから、これで今度は300にします。300にします。で暗くなりましたね。で暗くなって困るので、今度はブライトネスで明るくします。これをこっち側に合わせて明るくなります。もうちょっとコースを押します。ちょっと周りが遅かったのでコースを押してちょっと速く回します。でこうなりますね。で使わなくなったらコースは戻しておく方がいいですね。使わなくなったらコース戻しておきます。で、こういう風にすると。で、ちゃんと、できるだけまあ、ある程度サンプルに近いところにして、端にかかるぐらいにして、サンプルがね。で、次に電流値また下げていきます。ブライトネスをまた回して、電流値を下げていきます。20、どこでも20になるようにしてください。20ピコアンペアになるように、どの倍率でも20ピコアンペアになるように、パー千平方センチメートルにしてください。うん、なりましたね。暗くなってますけど、一応ちゃんと表記には20ピコアンペアと出てるはずです。ここのところに。でそれが確認できたら蓋を閉めます。でもう一回ピコアンペアを確認しつつ、何度も確認してください。ピコアンペア確認して問題ないか確認したら F1 を押して蛍光板から CCD に変えます。で今フォーカスが合ってないので
ここのフォーカス合わせます。もうこの倍率だとファインで合わせた方がいいかもしれないですね。こうやっていきます。あ、まあおおむね綺麗な円ですね。あ、ちょっとやり間違えた。でもし砂嵐みたいな話が出てなかったら、それは真空でカーボンではないです。砂嵐しか出てなかったら、あ、気をつけてください。あ、まあおおむね綺麗ですね。あ、おおむねいいですね、うん、なのでこれでおおむねいいので、もし楕円だった場合には FFT 画面が同じようにやってください。オブジェクトスティグを光ってる状態にして、ディフスティグ、これはこうですよ。ディフスティグの X とディフスティグの Y で調節するという円になるように、これがここの部分 FFT の場面が円になるようにすると。で、今これでいいので、じゃあもう一回 F1 を押して蛍光板に変えます。で次は600倍とか600系倍とか800系倍であります。私の場合は、600系倍で順番にやっていきます。やはり手順を踏んでやっていった方が良いです。まずマグニフィケーションでこれを回して600にします。で一旦暗くなるのですけど、まあここら辺まで来たらいいんですけど、あとはブライトネスで、20ピコアンペアにすると。今行き過ぎた。うちのところは20ピコアンペアになるっていう約束ごとにしてますんで、20ピコアンペアですね。20ピコアンペアでちゃんと蓋をかぶせて、で20ピコアンペアを確認したら、20ピコピコアンペア未満を確認したら、より下のを確認したら CCD に変えます。で画面が出ます。で、当然フォーカスが合ってませんから、ここのオブジェクトフォーカスで合わせます。いいですね。おそらくファインで回した方がいいかなと、このレベルだと思いますけど、まあそれはおおむね練習して積んでいただければいいです。あ、これは違いますね。うまくいってない。あ、これはボケてるから分かるな。あ、これは違う。うん。で、見ると分かるんですけど、えらい今回の場合は楕円ですから、これを前にするということですね。ちょっとフォーカスが合ってないかどうかが心配なので、もうちょっと合わせてみますね。あとはもうやってることはみんな一緒ですので、これでフォーカスがしっかり合うところまでいったら、これであとは800系倍、いやもう上はちょっと合わせづらいので、800系倍ぐらいまでやったら、あとは普通に像を取っていけばいいです。像の取り方は一緒です。20ピコアンペアになるようにして取っていくということですね。ちょっとあんまり場所変えましょうかね、ちょっとね。うん、これでいいのか心配な時だな。 FDT の場面は像にも移動しますんで、とはいえ楕円ですね。うん、まあ楕円ですね。じゃあちょっと合わせてみますね。オブジェクトスティグを光らせて、でちゃんとディフスティグの X と Y で合わせると。
ですね。でやってみましょうかね。でこれを綺麗な前にすると、でこれでいいですね。だいたい前になりましたね。でちょっとフォーカスもちょっと変えてみましょうか。で見ると分かるんです。フォーカス変えていてもね、綺麗に前でだいたい広がっていくんですよね。おっとだいぶ綺麗に見えてきた。ああちょっとこれいい感じ違うね。あ、だいぶいけてるかもしれないですね。うん、いいですね。ちょっと変えてみましょうか。フォーカスが変わるとちょっとね、円の大きさが変わるんで、それで見やすくなったり、調節しやすくなったりします。で、これを何度も繰り返して綺麗なマインドを得られるようにしてください。いいかな、いいと思いますね。まあ、おおむねいいと思います。で、人によってはこれを800系倍とか、やったりします。とりあえず、今今回チュートリアルみたいな感じにしますので、一回これ CCD に戻しますね。あ、CCD じゃない、ごめんなさい。蛍光板ですね。蛍光板に戻します。で、蛍光板に戻したら、もうちょっとオブジェクトスティックはもうちょっと必要ないので、消しておきます。で、サンプルの位置に持ってきます。トラッカーボールを動かして、サンプルの位置。ありますね。じゃあちょっとエッジ見てみましょう、サンプル位置のね。で、この小蛍光板の映ってるところが、あのカメラの映ってる位置、範囲になります。おおむね。なので、ここに小蛍光板に当たりを見えられるようにして、で、電流値をチェック します。18ですから、まあ、おおむねいいですね。ちょっと周りに引けるので、もうちょっと明るくしたければ、もうちょっと明るくできますね。で、こうと。で、カバーをちゃんと閉めて、で、電流値が大丈夫だろうかをもう一度確認して、問題なければ、F1 を押して、CCD に変えて、画面を見るということになります。でトラッカーボールを動かしてサンプルにフォーカスを合わせながら見ていく。大変ですけど、もう今もうほぼ撮れるところまで来てます。てかもう撮ってますけど、あとはもうこれをスクリーンショット撮ってもいいですしちゃんと撮る機能がついてますから、その機能でいいです。でこれちゃんとフォーカス合わせていくと、あー綺麗に見えてますね。いいですね。で、注意事項なんですけど、マグニフィケーションは変えてはいけません。変えるときは蛍光板上で変えてください。CCD では変えてはいけません。だからこの像を撮ってるときに、ま、あの倍率を変えてはいけません。それは電流値が変わるからです。CCD が焼けてしまうのでダメです。だからやっていいのはフォーカスを変えるのと、オブジェクトスティックで、リフスティックを変えるということですね。
でこうやって鮮明に像が見えてくるところで止めます。ファインで回して像が鮮明になるところで見ます。でちゃんと分かると思うんですけど、あ、しまった、振動出ちゃった。ちゃんと原子のつぶつぶが見えてます。アモルファスでもこういう風に見えます。なのでこういう風に見えない装置を出会ってしまったら、ちゃんと装置管理者に問い合わせて、見えるようにしてもらってください。アモルファスでさえこんなぼやけてなくて、ちゃんと点々点の原子の粒が見えます。必ず見えます。こうやってね、原子の粒々がちゃんとあって、原子がそれぞれ並んでいっぱいちゃんと並んでるんだなっていうのが出ます。でぼやけた質素しか出ないようなのはもう工事加圧とかがダメな証拠です。で球面調補正をかけたやつだったらもっと綺麗に見えます。で、見ていると分かるんですけど、少しずつね位置がドリフトしていってます。これはですね、立ち上げた時間が短いからですね、電流とかが安定してないんです。熱で膨張したりとか、いろいろあります。流してる電流値は安定しないとかね。なのでできるだけこういうドリフトを減らすためには、事前準備して長い間待っておかなきゃいけないです。そうするとこの、シフトしていく量が減ります。この支流ドリフトがね、いろいろと悪さすることも多いです。まあしょうがないんですけどね。でこうやって綺麗な像が点々に入ります。原子像1個1個の、今これは600系倍なんでそんなに高くないんですけど、もうちょっと高い倍率もいけます。で粉砕法でもこれだけいけますんで、っていうか粉砕法でも何ですかね、4ミリングとか使わなくても綺麗に見えます。超電導材料なんか粉砕法でやってる先生、論文はいっぱいあります。すごい綺麗な像を出してるところがあります。これより綺麗、もっと高い倍率で見てる人たちもいます。これもちゃんと高い倍率できます。なので装置があって管理できる人で、あ、じゃないわ、装置があってこれから使い始めようとするときはちゃんと勉強して、というかこの動画をちょっと参考にしてもらって、このやり方参考にしてもらって、もっと良い像見れるようにしてください、ね、でマニュアルをちゃんと読めばいいです。マニュアルもちゃんとあります、あるはずですから。さっきの手順をしっかりやればここまではいけるはずです。でもうちょっとちゃんと管理されてるとビームのフォーカスもっと綺麗になってるはずなので、もっと鮮明に見えたりします。まあでもこれだけでも十分ですけどね。で画面のキャプチャーですけど、画面のキャプチャーここにあるやつ、これを押します。そうするとセーブされます。で見る、もう一回 見たいときはこれです。あとはここに録音時間あるんで、今1秒になってますけど、人によっては5000ミリセックで撮りたいっていう人もいます。そこは任せます。1か5000かっていうところがここの期間では多いですね。まあドリフトの影響を避けたいって言ったら5000、あ、じゃあ500、1か5000じゃない、1か5000、1000ミリセックか500ミリセックですね、正確には1000ミリセックか500ミリセック、ちょっとごめんなさいね、うまくいってないということになります。結晶があれば結晶の部分のが綺麗に見えるはずなんですけど、あ、これは結晶っぽいところがありますね。あ、これは結晶化してるところですね。いいですね。結晶があるときにはこの FFT バーベルのところで一応ちょっと弱くですけど解説スポットが見えてます。当然ですね。あとは光子線といって線が見えます。こういうふうに見えてると思いますけど、線が見えてます。ああ、ここはもう結晶の部分なんだなというところが分かったりします。ここはアモルファスですけどね、もうちょっとやってみましょうか。ちょっとこのトラッカーボールの調整が難しくてあれなんですけど、でまあ、プロの人たちは、こういう方法をやって、なおかつ、
夜中に撮ったりとか、あとはこれをあれですね、100枚ぐらい撮るんですね、いろんなところで。で、綺麗な1枚を探してロームに出すっていうのをやってます。プロでも100枚200枚撮るのが当然ですから、素人の我々が1、2枚撮ったところでいい像は撮れません。プロに勝つためにはちゃんと何回も練習して、で、綺麗な像にアライメントできるように、今回のやったところでちょっと爪が甘いなというところもあったと思います。綺麗にね、だからそこを綺麗にしてもらって、だ、円が、例えば円が前になってないとかね、ウォブラーの時にこう拡大して縮小した時に綺麗に動線になってないとか、綺麗に前綺麗に大きくなってないとか、そういうところ全部直していくということです。で、あとはちゃんともっと早く早めに立ち上げて、このドリフトが起こらないようにするとか、いろいろ細かいところをしっかり押さえていくと、もっと技術が出になります。で、プロの人たちはちゃんとそういうところに気をつけて、あとは何百枚も撮るということですね。で、こうやって撮って、あとはこれを撮ると。そうすると、こういう像が手に入ると。もう何回もたくさん撮らないといい像にならないというのはよくわかりますよね。確率的に綺麗に見えてるところがありますからね。これは結構綺麗に見えてますね、粒々がね。原子の粒々が綺麗に見えてるところでフォーカス止めるのが一番いいですね。ああ、これはちょっと歪んでしまったね。で、振動にも弱いんで、もう本当にミッドナイト測定しないとダメです。こうやってスカンダに取れますから、もう何枚も何枚も取って、綺麗な像を手に入れられるようにするってことです。でも、テムはもうこれでもほぼ終わりですね。あとは終了素材やるぐらいですね、テムの場合は。うん。で、こうやって取っていくということぐらいですね。じゃあまあ一応これでちょっと終わりにしようと思います。次はですね、EDS、ステム EDX についてちょっと説明していくと思おうと思います。そうか。で、それ終わる前に一応、これを F1 を取っておくと。急ぎましょうかね。じゃあ次は、ステム EDS に移りたいと思います。